大宮宿、大宮宿、大宮宿は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた、宿場町、中仙道十九寺、または、基礎街道六十九寺の、内江戸、日本橋から数えて四番目の宿場、武蔵国のうち、第四の宿。所在地は、江戸期には、東海道武蔵国足立郡大宮宿、現在の埼玉県埼玉市大宮区にあたる。 中仙道の前身となる街道は、戦国時代に、後北条氏によって整備されたが、その時代には、浦和塾の次が、上尾塾となり、大宮は、両者の中間点で馬継ぎをする場であった。またその街道は、市の鳥居から、氷川神社の参道を通り、神社の前で折れて迂回していた。神社の鳥居前、参道沿いにすでに町と呼べる集落があったようである。 大宮塾の脇本陣の主であった栗原家が伝えるところによると天正19年1591年に栗原自衛門保愛が自死免許と引き換えに宿役を務めると願いを出した免税は受け入れられなかったがこれを機に大宮塾が設けられたという宿の名は氷川の大宮すなわち氷川神社にちなむこの年は 徳川栄康が、北条氏に代わって、関東地方を支配するようになってもなく、他の宿場の整備年代との関連で、もう少し年代が下るのではないかと言われる。当初の大宮宿は、大門通りと呼ばれた山道沿いに、宮町、中町、下町と続く三つの町からなった。寛永元年、1624年には、1キロメートル北東の樹の城跡に屋敷を構えていた。 北沢神野城直元が四県の村民と共に移住し、大門町を開いて四町となった。寛永五年、1628年に、大宮宿の人々は、西の原野に神道を開き、宿場をそこに移した。王冠の人を神社に参らず通過させるのが神に、対して恐れ多いこと、道を直にすると便利なこと、移転の跡地を畑にすれば、年貢も増えるというのが、 その申請理由であった。翌寛永六年、1629年に建知が実施され、この時に自死免許を受け、天馬役負担が定められた。振動は、日川神社の一の鳥居から北西方向、西寄りに分岐させて開いた。明治時代に入り、街道の重要性の低下に伴い、宿場町としての賑わいは終わった。日本鉄道が敷設されたものの町の衰退から、 浦和駅上尾駅間には鉄道駅が設けられなかった。しかしその後の誘致運動により、東北本線の分岐点として大宮駅が開業し、さらに大宮工場が設置されたことで、鉄道の街として発展した。道中部業による天保14年、1843年の調べで、町並みは9町30軒、約1 0 4トル。 宿内人口1508人、うち、男679人、女829人。宿内家数319件、うち、本人1件、在、宮町1丁目、脇本人は9件で、中仙道の宿場としては最多である。問屋場4件、旗子25件。他に、紀州高場本人、北沢屋1件、等あり。人口は、 浦和塾とほぼ同じ規模であったが、宿場ではなく馬継ぎ場を起源としていたこともあり、問屋場が多い。また、当時江戸から追日である距離としては、大宮塾までが限界だったこともあり、脇本陣が町の規模に合わないほど多いという特徴がある。宿場は、当初、元村、後、神尾村、さらに、宮町、北原村、江門八分、後の堀の内村、神野城神殿。 のち、樹野村、さらに、大門町、新宿中町、新宿下町、吉敷神殿の七組で構成され、これらを大宮宿と総称した。のち、宮町、大門町、中町、下町、吉木町の五町構成に形を変えながら集約、発展を見せている。紀州高場本人は、樹野城家老、北沢区内の子孫、北沢次郎左衛門家の屋敷であった。 道家は、神野城神殿の開拓者であり、紀州高場本人は、大宮塾の草分けであった。道家は、紀州港の取り見役として、お高場本人と宿駅の脇本陣を兼ねていた。なお、北沢家は、後世、日本近代漫画の創始者と評価される、北沢楽天を輩出している家柄である。建物は安永四年二月一日、1775年に、 出火前哨。現在当地は高島屋大宮店、大宮駅前になっており、屋上に北沢稲荷を残す。氷川神社、氷川明神社は、武蔵一宮と称される神社である。大宮塾の名は、神社の画名としての、大宮に由来する。京の中仙道から右手に分岐して、氷川神社へ向かって十八丁、約二キロメートルほど続参道、氷川神社参道は、 繁栄5年1628年21の鳥居から左手に伸びる道が新たに作られるまでは中山道であった。参道を北に歩き詰めてから神社には入らず迂回路を取っていたのだが、その迂回路については複数の伝えがあり、はっきりしない。なお、今日ある欅並木の参道は、江戸期には松並木、太平洋戦争の前までは杉並木であったという。 毎月のごと十の日には六歳子が建てられていた五十の市、氷川神社三道から分かれて中千道を北に進むと最初にある大きな交差点が吉吉町交差点である。かつて大宮宿の南の入り口であったこの場所には東西に流れる排水路があり、長さ七尺、約二百十二センチメートル、幅一軒四尺。 約303センチメートルの石橋がかかっていた。この橋の名を安藤橋と言ったが、それは大宮宿の人々を救った一人の武士の名にちなんだものである。北沢家の出火に始まり、大宮宿の85軒を焼いた安永四年1775年の大火、北沢大火は、その救助活動が7日に及ぶほどの惨事であったという。言い伝えによれば、 この事態に際して、時の勘定奉行であり道中奉行であった安藤壇上、安藤おもんみよう、安藤これとし、安藤壇上消失おもんみよう。在職1761から1782年は被災者に幕府の御用米と御用金を施し、大いに救ったと伝えられている。しかし、それは許可を取らない独断による措置であったため、 彼は責任を問われて切腹した。安藤壇上に救われ、その死を悼む人々は、その徳を長く、後世に伝えるため、墓碑を立てて祀ったという。石踏みは、安藤壇上消失を思いようと刻まれた小さな、ものであるが、交差点の脇に今も見ることができる。なお、安藤橋は今はなく、小さな石碑が残されている。また、大宮市立博物館には、 欄干の北側にあって、橋の名が刻まれていた親柱が保存されている。先の盗賊団の盗目、新盗徳次郎は、完成元年、1789年の4月、一族労党と共に、日付盗賊改め方、長谷川信留目に捕らえられ、処刑された。くしくもその場は、いい森女、千鳥が身を投げた。 高台橋の脇にある下原形状であったという。なお、その名、下原は一帯が原っぱであったことにちなむものである。この形状は、明治元年、1868年の明治天皇の氷川神社行行行の際、地元から嘆願書が出されて廃止されている。現在の埼玉新都心駅の東側一帯である。下町の排水路に架か,かる石橋であったという。 大宮塾を江戸方へしばらく下ったところにある下丸形状へと送られる罪人は、ここ、中の橋あたりで残されるものと涙の別れをすることになっていた。そのため、いつの頃からか涙橋と呼ばれるようになったらしい。橋の跡地には今、涙橋と刻まれた石踏みが置かれている。次のような言い伝えが残っている。 昔、妻に先立たれた老人が幼い二人の娘と共に、旅をしていたところ、この地で病に倒れた。嘆く、娘たちは、ある日の夜、夢枕に、地蔵菩薩を見る。その時のお告げに従い、塩立ちをして、地蔵堂に祈る、娘たちの願いは叶い、父の病は回入する。喜んだ娘たちは、たくさんの塩と線香を奉納し、後には老人は、 かつての主家に喫参することもかない、二人の娘も幸せに暮らしたとのことである。そして、この親子にあやかりたく信仰を厚くした人々は、娘たちに習って、塩と線香を備えるようになったという。信仰は、今も続いており、毎日信心深い人々の訪れが絶えない。道は、京でいうよ、敷地を四丁目鉄道線路敷地内に祀られていたが、 線路拡張のため、吉木町一丁目、中線道沿いに移され、しかし、そこで火災に遭い、大正十年、1921年、現在の吉木町一丁目に再度移転された。隣に三体の子育て地像もある。総当州総当州、約一万五千字のうち十市に入る北関東の、名札である、大宮山東高寺は、元は、大宮黒塚。 氷川神社の東側、現、産業道路脇にあって、天台宗に属していた。徳川家光の頃、中仙道の整備に伴って、現在地に移されている。自伝によれば、平安時代末期、武蔵坊、弁慶の師匠とされる慶、倉間寺の東光坊、遊慶、育慶が黒塚の鬼婆は法力を持って退散させ、鬼婆,婆に殺された人々を葬るために世を結んだ。 ことを縁としている。史実としては、鎌倉時代に、良質元宗禅寺がこの地に、来釈して解散し、相当衆寺院に改めたとされている。なお、ここに見る、黒塚の鬼婆婆というのは、福島県の足立太郎山に伝わる、足立ヶ原、足立隊が引く原の鬼婆,婆こと、黒塚の鬼婆婆と同一の会社である。足立ヶ原は、道の区国の話であるが、ただし、 この種の伝承は、日本各地に存在するのであり、いずれが、本家、本元と言えるようなものではない。東光坊有形が、足立が原黒塚の鬼婆を呪い伏した、際のご神仏と伝えられる、一寸八分の近道、薬師如来像を本尊とする、一万霊刀、後神刀、遠方八年、千六百八十年あり。また、東光寺は、中仙道を王冠する、 文人木閣が足を止めたところでもあり、漢学者、上山樹山や、戦術の漫画家、北沢楽天、大宮市発展の礎となった駅の誘致に、尽力した白井城七、といった名誉市民の墓碑もある。浮世絵師、経済栄泉が、大宮塾の風景として描いたのは、当時、丹沢山地と富士山の眺望が素晴らしかった、東大勢。 東からおなりの更新島近辺である、右上の画像と解説文を参照。塔は、元禄十年、六百九十七年の混流と伝えられる。正面に、青面混合像に取り、三円が養刻され、裏面には、近在の二十二人の女の名が刻まれている。地元では、耳の神さん、目の神さんとして親しまれ、耳や目の病の時には団子を備えて、 平洋を願う。江戸方から上方へ、この区間では南から北へ、おおよそ道なりに記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。